本番もう始まってる。本番ダンジョリもう始まってる。はい、あのリハ始めます。リハじゃないけどね、本番だよ。え本番ドライ始めます。ドライ始めます。ドライテストフォン、テストフォン、テストフォン始めます。頑張ろう。カットしない。いや、カットもうやるよ。僕違うから。はい、皆さんこんにちは。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 あの、いや、こんばんはの時間。こんばんは。確かに、こんばんは。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、なんのインスタライブとか言いますと、レイルズビーチフォーオフィシャルグッズ紹介。どうも、僕たちは、ちょうどきゅうです。3号車、りょうかです。たけやです。3号車、りょうかです。たけやです。え？ガニガニさんのりょうかです。4号車のたけやです。11号車、しゅうです。アロハです。13回じゃん。4です。え4、俺になっちゃった。14です。14の春です。14の春です。104です。ということでですね、皆さんオフィシャルグッズ、そうだな、皆さんなんってね、あと1ヶ月ちょっとですよ、皆さん。はい、オフィシャルグッズ、紹介していきたいと思います。よっしゃ、ちょっとヘンズアップ。イエー、来たぜ。それでは、タクちゃん、まず出してください。はい、まず1点目ですね。はい、レールイズビューティフルの、ちょっとくしゃくしゃでごめんなさい。今日来てましたから、ね、来てたんで、ちょっと来ました。来てたの？リハに来てたの？それは何ですか？本当にくしゃくしゃじゃない。めちゃくちゃ T シャツです。 T シャツ、かわいい、かわいいデザイン。これはあのイメージカラーメンバーそれぞれと、え、多分デザインされてるのか。あと本体のボディの色が黒と白の2色です。ナンバー4、タクヤ、名前、まあ、それぞれの名前で、タクヤってんだ。フロントには左胸にバルトトレインスプリングツアー2024レイルズビューティフル。わー、会社。しかもさ、文字もちょっと可愛くない？うん、ね、ちょっとおしゃれ、おしゃれ、おしゃれな感じで。はい、こんな感じです。プリントされてるね、なんか。それ今、タクちゃんのほらサイズなんですか、サイズ。これは M です。これ M、 当ててみて。ちょっとだけどな、着るなら M。あー、 M かな。はい、だってだってよ、うん、M だぞ。おそろなら春、今日は L 着てたよね、はい、今日は、はい、L 着て、うん、なんか M 着たら集約にも現れました。マジでちっちゃかった、なんか体操服みたいな。グラツを、うん、なってた。いやいや、お前がそれはなんか俺のせいだ、変な感じで。あれ、あれ俺のせいだった。でも、めっちゃ可愛い。どうしました。柄見せてください ね、 ね、 ね、プリントされてそれぞれお花が違います。お花が違うんですね。これが、T シャツ。はい、T シャツです。はい、かわいい。次、タオル。タオル、あ、たくちゃん、花の種類は、ゆうきくんがね、セレクトしておりますね、このロン、この T シャツのね。それも使ったから、はい、これね、あの、花ね、花言葉ってあるじゃないですか。花言葉ありますね。それにもね、いろんな、もう注目してほしい。いろんなね、ことがあるらしいんで。ああ、ゆうきのセンスで、それに合う花言葉の花を選んだと、ね。そうそうそう。なるほどね。じゃあ、注目してください。もしかしたらじゃあ、ファンによっては解釈違い。そうそうそう。解釈違い。解釈違い。まあね、いろんな考えありますからね。この T シャツのデザインと一緒のタオルです。あ、はい、イメージカラーあります。かわいい。あの、ピンクもあります。欲しい。あるよ。次。次、あ、ちゃん T シャツのピンクありますか。あ、T シャツもあります。あ、そうだね、なんだろう。次、次はあのペンライトです。うわ、いった、これペンライト、もう来んの。やっぱこれ、これだよ、一番は。何が変わったか知ってる。え、何が違うのがいいのと。え、もうこれ何が違う、ない問題です。何が違うんでしょう。わかるでしょ。ほん、もう強化ガラスみたいな。俺はすぐ分かったよ。すっごい、そう、あの、もうちょっと、もうちょっと反射するところ。うん、そうそうそう。自分が。ほらほらほら。反射するところ。ほらほらほら。違うでしょ。もともと違う。チタン製ってこと？違うよ。色でしょ。前回はこの色があのゴールドだったんです。ここ。そう。はい、これだね。今回シルバー。シルバー。はい。はい。うん。で、そう。やばいでしょ。シルバーだよ。あ、そうか。それで。シルバー？色の。よ。デザインです。めっちゃ綺麗ターコイズ。すごい。ね。やべえ。いい。やべえ。やっぱターコイズ綺麗だもん。あー、ちょっと本当に嘘でしょ。怖い。ちょっとやばいです。めっちゃ綺麗。ちょっとこのペンライト進化して2代目ですね、これが。はい。
はい、これやばいね。この新しくなってから色のさ3代目ですね。3代目新しくなって3代目そうですね。なんですけど新しくなってからこの色の識別がもっと分かりやすくね、そう人たちにも目に届くようになったので、ありがたいよね。はい、ぜひ皆さん手に入れてください。はい、ちゃんと狙って。そして次そんなペンライトがぴったり入る、はい、バックインバックです。やばバックインベース、まあ、バックインバックというのはバックの中に入れるバックということで、はい、自立式だ。そう、うん、実はね、ボンと置けるそう。置けるの、ちょっと置いてみしてみて。これサイズ感的に分かりやすく言うと、はい、春これどんぐらい。これだからサイズ感的に言うとスイッチ有機EL モデルが3個入ります。分かりやすいよ。分かりやすいよ。めっちゃ分かりやすい。スイッチの有機EL モデルが3個こんぐらいと。分厚いよ。4いけない？いや、4いける。3か4いける。めっちゃ分かりやすい。お前天才だな、ね、そう。あ、逆にもうなんか動くあったよね。あ、でもプレイステーション22万ちなみにこれペンライト全種類入れるぐらい大きい。余裕だね。全然入ってる。なんか最大10個入るって。10本。やばい、え、やばい、中でヒコラス、ヒコラスヒコラスヒコラス。なになになに、あー、ごめんね、ごめんね、すいません、デザインまだ修正中でした。あ、お前の修正中じゃねえかよ、量が。お前こっち映しちゃったよ、俺。お前、あ、お前、こんな感じで中もそう違うんだよね。はい、こうなんでジップが入って、ここにも入るようになりますね。あ、すごいね。このここにもあるよね。あるあるある、両サイドにあります。ここにもマジでお弁当入るよ、これ。お弁当入るよ。はい、ポリエサイズとか入れるとお弁当入るよ、これ。こんな感じになりました。そして次、ちょっと待って、なんかカバンの中に入れて物を整理するのに便利だよって言ってます。そうだね。あのバッグの中って結構ごちゃごちゃしがちなんですね。そうそうそう、バッグの中にバッグ入れるって。はい、次です。はい、リバーシブルポーチ。これ大変すぎる。これってもしかして、ね、あ、あった、ね、ここに、はい、ほら、まあ、後ほど紹介しますけど、これリバーシブルポーチです。説明お願いします。こちらはですね、はい、裏、そしてリバーシブルと言ってる名の通り、うん、裏返しにしてもデザインがあります。わーいしょ。で、あの今タッちゃんが見せてくれてる表面は結構普段使いしやすいようで、うんうん、なんとこれ裏にしますと、うん、名前書いてあります。これめっちゃいい。で、これ推し活用に使っていただけると。聞いてますか？裏返しとか、そう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 、裏返しとかね、はい、うん、なのでこうペンライトの電池とか、はい、ぬいぐるみ、大きさの最近あったじゃないですか、僕たちのぬいぐるみ、うん、いましたね、ぬいぐるみ。これも入ってます。なんで俺なの。なんでだよ。はい、いいじゃん。まあでも俺が覆いかぶさってあげてる。人参じゃねえかよ、ただの人参。入るので具合がね、結構その女性の方さ、人参や、あ、聞いてます、ね、女性の方さ、女性の方は、うん、あのメイク直しだったりとか、あ、はい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 、顔につける化粧水だったりとか、ね、口紅とか、うん、入りやすい大きさになってるので、なるほど、ぜひ、ね、皆さん使ってみてください。サイズ感出てきそうじゃないか。次、そして、あるメタルキーホルダー行ってこい。メタルキーホルダー、ほら、来た、これメタルキーホルダー、これエグいよ、これ。ちなみにこれ僕一押しです。あ、これ一押し、行ってこい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 。はいはいはい、これね、これの一押し商品、これこちら、あるは一番好きだ、これ一番好き、ここかな、これ見えるかな、この、これ、こういうの、ここに、うん、これなんていう素材？メタル。メタルです。音聞こえる？音当てて当てて、ポンポン。ほら、これシュウヤ君と勘違いするんじゃない？みんな。これこう身につけてたら。俺になれるってことでしょ？ほら、これもうシュウヤ君になれるアイテムです。はい。これだ、いつもと違うのはこのあれだよね、メタルっていうことだよね。そう。そう。そう。高級感ありますから。ちゃんと鋼。マジですごい。ちゃんと鋼。ほら。それってさ、結構重量感あるの？なんか。これね、結構うん。え、どれぐらい？これの1個持つとどれぐらい？1個持つと、でも1個持つとそうだね、ジョイコンぐらい、いや、ジョイコンの3分の1ぐらい。あ、うん、これさ、ちょっとさ、よくも悪くもさ、うん、その詳細を見てないのよ、その一覧というか、値段とかも知らないの、はいはいはい、ちょっと触らせて、はいはいはい、なんとなく俺、値段が、あ、いくらかね、いくらか、イラストとか、え、査定してるの？じゃあ、ループで、ちゃんと見て、査定してるよ。まだ
わかんない。ねえねえねえ。でもね、普通にそのしっかりしてたり、うん、重さ的ななんか、うん、なんとなくイメージは、いいよ、少なくともちょっと、3000はしそう。売った。売ったって何？売ります。売ります。どういうこと？3000円で買ってくれますか？それ予算まあいき。あれまあ、いや、攻めすぎか、2600とかしそうな気がする。売りました。みどういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうことですか、よくもっと安いです。嘘つけ。なんかお値段いくらですか？1800円。安すぎるって。イエーイイエーイ。開けたね今、なんかコメ、なんかコメントで、はい、コメントで みんながちゃんチャラチャラ担当になっちゃうねって。うわあ、音鳴るからね。深夜になる。確かにその音鳴るんだもんね。でもこれが近づいてきたら、あ、待ち合わせの8号車の人かなってなるね。あ、この音は、この音は。進みだよ。猫の進みだよ。はい。いいね、デザインも可愛いし、ね。でもなんかそれこそ学校でさ、筆箱とかにつけてほしいよね。あー、かわいいかな。かわいいよね。わかんないけど、なんか普通になんかいい意味でなんかオタクっぽくないですか？ない、いい意味で。そうそうそう、確かに。あー、いいよ。これでもつけられるよね。うん、そういうの。そんな感じでございまして、ありがとう。はい、おさらいしましょう。素敵。はい、そして次です。ペンライトストラップ、これだ。はいはいはい、待てきて、はいはい。これね、これね、スタッフさんが大興奮してたよ、これ。これで、すごいよ。すごいぞ、マジで。これやべえよ、これマジやばい。脱いぞ、これ。すごい興奮。バーン。はい。まさか。あるある。あるある。あの、ちゃんと一本一本見せよう。あ、そうです、そうです。じゃあ、ね。バーン。はい、くんね、それ。見える？これ。これ普通に可愛いね。え、それどうやって使うんですか？え、これどうやって使うんでしたっけ？普通に、いや、言うてねえよ。もう、でも見てよ。キーホルダー。わかるやん。やらせてられる。あのサイズのペンライトがお前光るはずねえだろ。光るって、どうやって光るはずねえ。これくらいいきます？光るはずないよ。嘘、んなのが これが光ったらやばいよ、これが。え、あ、まさかね。これちゃんと今春持ってるオレンジですね。光った。うん、え、やばい、喋った。喋る、それちゃう。じゃあいいっすよ、いいっすよ、はい、これ、え、しかもここにつけるんだよね。ストラップかわいい。ペンライトにつけるミニペンライト、うん、天才的だろ、マジですごいね、これ。エグすぎない？すごい。これじゃあ、もしかしたらあっちを振るかもね。かわいい。めっちゃかわいいんだけど、マジで、うん、あれじゃ、だっていっぱいあるじゃん、なんかそのつけるさ、そのそうだね、これね、そう、しかもこれあれがこれだから、なんかこういうとこ、こういうね、あ、本当だ、これついてるね、これが。いやうせやん。こういう、この、ね、こういうとこ、ね、ところにもどこにでもつけよね。こういうところにもつけれます。すごいやん。おお、はい。ちょっと待って、え、ちょっと一瞬ちょっと貸してもらっていい？はいはい、待って、なんかちょっと一瞬貸してもらっていい？これちょっとごめん、電池チェックし、なに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 なんかわかんないけど、ちょっと怪しい気がしたから。怪しいって何？何で動いてんの？え、炭酸？確かに。え、炭酸それ？炭酸ってもっと長いの？炭酸じゃない？なんだこれ？あ、どうやって開くのこれ？これもしかしてここの部分炭酸じゃない？これ。あ、あれだ。あ、うわ、嘘だ。ちょっと待って、マジか。炭酸？どうやって炭酸？炭酸？ちょっと待って、みんな。うわ、これはやばい。嘘だ。これはやばい。これは認めたくない。これはやばい。どうした？ちょっと見て。これ電池。うーわ。やばい。これやばい。やだ。みんな、せーので言うよ。みんなせーので言うよ。せーの、エアランジョンヨン。やばすぎるって、そんなのやばすぎるって。エアランジョンはさすがにえぐいって、マジで、ね、いい加減にしろよ。どういうこと？で、どういうことなのそれ？っていうのがわかるかもしれない。ペンライト、これ今、これ電池何って話、うん、ね、炭酸だった。変わったでしょ。変わった、変わったね。あ、そう、変わる前が FM44 だったよ。うん、ね、だから変わる前になんか大量に買ってたりさ、うん、するこの余りの電池を、うん、これで使えるって話だよ。これで、うわ、これに使えちゃうってことか。一番気が入ってる。これすごいわ、もうマジで。あなたはどんどん眠くの。よかった、ガチ。おは、ありがとう。やばいよ。はい、ありがとう、座っていいよ。おは、これペンライトにもつけれて、それでここにもつけられるから、なんかちょっとおしゃれでもね、できますよね。やばいって、マジで。危ないって。はい、
ということで、困んないよ、こんなもん。ここにあるグッズは以上なんですが、今ですね、生写真が、なんと、完売しております。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ソールドアウトってこと？で、今回この生写真完売なんですけど、ライブの当日に持ってこれるまでの完売品です。はい。あ、はいはい、なるほど。そう、ライブ当日、初日ね。ね。初日にその持ってこれる、間に合いますよっていうための販売分です。なるほど。ってことはまだじゃ買え？まだ、再販売というか。あ、遅れてってことか。期間がね、遅れての初日には間に合わないですけど、皆さんのお手元に届くようになる。あ、遅れて届けるものがまた発売するということ。そうです。わー。だってさ、見た今回の生写真マジでめっちゃめっちゃマジでみんなビジュアルいい。俺ってる、俺だって今まで一番好きなの。俺こと自分で写真撮った。珍しい。え、マジでしないよ。マジでこんなことしないの。え、待って、かっこいい。あ、ちょっと待って、スタッフさん来たわ。スタッフさん、スタッフさん来た。スタッフさん、あ、来てる、着用スタッフさん。あれ、なになに、どうしたの、どうしたの。え、スタッフさん、ちょっと、え、なんか、スタッフさん、スタッフさん、スタッフさん、どうした、どうした、どうしました。え、なんかそれ、え、柄なんかそれ、なんかどうみたいな、なんか、え、かわいいっすね、かわいいっすね、なんか、え、どうどうした柄、さっさ、あー、あれあれ、ちょっと、後ろとかなんか出しちゃって。いや、顔出し NG になった。あ、そうか、なるほどね。最近顔出し NG になった。そうか、顔出し NG になった。こちらも座っていただいて。だって、生配信ダメだもんね。え、嘘だ、いるんだ。生配信ダメなんだ。そうそう、来てくれる隣にいて。ダメダメ、こっち来い、こっち来いと。もうやめて、言いたいよ、言いたい、誘発させちゃうから。言って。で、今回、花言葉、ゆうきさんがね、考えてくれて。言った！え？ゆうきさん、今、わかるの？この花、じゃ自分のだけでいいですよ、花言葉。え？言っちゃう？あんまり考え。言わない方がいい。言わない？うん、別に言わないでほしい。いや、でも言わなくて、みんなが考察してもらおうか。そうだね。テンション上がっちゃった。ごめんね。テンション上がった。大丈夫？くしゃみ。面白くて。かわいい。今のかわいい。はい。もうでも終わりですもん。え、終わった。全部それができた。はい。本当に今回めちゃくちゃ強い。ペンライトマジで本当に良かったでしょ。そう、俺ね、シェフはめっちゃ結構こだわって言ってんのよ。強くと。どうしたの？しかもこのね、文字もかわいいですね。どうしたの？バイトレイン。アドレナリン。アドレナリン。この文字。マジでいいと思う、本当に。あ、お前、あとレールテクニック。皆さん、なんすか？え？え？レールテクドリームでいいと思う。え？ちょっと、曲の話がいろいろしてたから。やるわけですよ、そうね。レールテクドリーム。まあ一応、グッズは以上なんですけど、皆さん、今回 EP をチェックしていただいてますか？すいません、EP ですよ。はい。今回リリースイベントができないので、春ツアーでお話できたらいいなと。ありますもんね。そういう話もあり、ライブのチケットがない方も対象にしたミーグリがあると今回あるんです。あら、楽しみだな。はい、なのでそちらもぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。うん、あるミーグリの役。え、ミーグリ？わかる、それわかるっしょ。え、ミート&グリ。え、もう一回もう一回。ミート&グリ。グリ？ハンバーグかな。ああ。違うか。なんだと思う。なんだと思う。わかんねえや。え、ミーグリ。ミーグリ。逆。ミート&。ミート変わんないの。変わんないの。ミートは誰もわかるでしょ。肉だよね。ミート&グレープでしょ。ああ、なんかすごいだからだよね。違う、お前。アロハ、お前。セリアで。一緒だね。待ってろ、これ。マジで待ってろ。本当に？お湯を来たら、いい。マジで？答えていいよ、本当に。ミセスグリーンアップルさん。イエス。え？ミセス？え？お前、え？え？ミー、グリーンだよね。ミセスグリーン。ああ、マジで。え？違うよ。なんで言っちゃって。伊勢ラケアじゃないの。修也が分かってる。修也。頼むよ。頼むよ。英語ぐらいやらせろよ。あ、確かに。すごい、できるよ。歌ってるもんね、英詞。そうだ。ミートオブグランドマザー。おばあちゃんのお肉。もうその場合、ミーグラだし。です。ということで、もう終わりです。どういうことで。もう終わり。
もうみんなあのううぜひホームページチェックよろしくお願いします。すでに陳列してくれてる、はい、いやなんかいやなんかやだまだって自立するって言ってるしね。じゃあバイバーイ、皆さんぜひチェックしてくださいね、はい、チェックしてね、最高だから。イーグリはみ、はい、ミータンとグリータンのお話です。帰ろう、終わりだ。